皆さんこんにちは、ザ・スケジュールでーす。はい、というわけで、はい、さっきまではね、中級編、初級、中級できましたから、おー、順調ですね。いよいよ最後は上級編を紹介したいと思います。でも早速、どの曲かをお知らせしましょうか。 OK、はい、はい、じゃあ上級編の曲はこちらです。世界中の想像、愛と悲しみのストーリーズ、閉じて、まあ、なんかアルバムリアクションからストーリーズという曲へ、レクチャーしていきたいと思いますけども、この曲ね、やっぱ上級編ですから、はい、なんと、まあ、曲の入り、イントロから、うん、A メロ、B メロ、サビまで、なるほど、まあまあ、ワンコーラス分通してあるわけですね、振り付けを用意して聞いてます。まあ、それをね、まあ、2コーラス目も繰り返してもらったりとかしてたらいいかなと思うんですけども、はい、それでは早速、あ、いっちゃいますか。やっちゃいますか。 OK、はいはい、まあ、でサビになったらね、うん、なんかタオルとか、うん、振り回してたりとかしたいだろうなと思うんですけど、そんなもん持ってないよ。持ってるじゃないですか。あ、持ってた。これスケッチブックのタオル、うん、いいですね。タオルだったら逆ですけど、あ、逆だったり、あ、これはミニタオル、発売したミニタオルですね、うん、あ、持ってない。そんな、どう、せっかくライブなのにどうしよう、どうすんの。そういえばマフラー持ってた。あ、いいんだね、このタオルじゃなくても、そうだよ、うん、ね、好きなもん振ればいいんだね。混ぜ物をね、あれば、なんでもいいね、ぜひぜひ。最悪なくても拳だけでもね。もちろん、オッケー。なんでもいいです。まあ、持ったらこう振り回してくださいって感じなんですけども、うんうんうん、まあ、常に手にかけたりと、まあ、肩にかけてもらったりとかね。なるほど。じゃあ、それではやっていきましょうか。うん、それでは、一回僕たちお手本見せるんで、よく見て覚えてくださいね。それでは、ミュージック、スタート。まずは感じる。それじゃあいくよ。まずは大きく手を上げて、大きく乗る。そう、こっからちょっと速くなるよ。そして最後にはタオルを振ったり、うん、まあ、タオルないと、まあ、もちろん拳だけで、そうだね、ね、うんうん、自由に楽しんでもらえたらなと思う。なるほどね。これもみんなで一緒にできたら、うん、すごい誰かすごいパワーが生まれると思うんですよね。そうですよ、上級編ですからこれ、うんうん、じゃあ早速次はみんなも、ね、みんなも画面の前で、ね、うん、やってみたいなと思います。また行きますか。じゃあじゃあもう一回行きましょうか。よっしゃよっしゃ。それではミュージックスタート。この曲はもうそうなってもいいかもしれないです。いやー、この曲来たー。そう、来るよ来るよ来たよ、来るよ。Yeah.
もうね、これだけですごい暑くなってきた。ね、まあ、やっぱりちょっとしんどいぐらいがやっぱりね、そうそうライブはね、そう楽しくなっているポイントかなと思うので、楽しいわこれだけでも、ぜひぜひやってもらえたらなと思います、ね、はい。そしてこのストーリーズですね、振り付け、うん、もちろんのこと、お途中で、ね、最後の方にね、うん、静かなサビと言いますか、あ、あるね、そこ、まあそういうセクションがあるんですけども、うん、そこ皆さんにみんなで一緒に歌いたい、ね、そう歌ってもらって合唱にしたいなと、大合唱、君と僕のストーリーっていうとこから始まる最後のフレーズなんですけども、うん、そこをねぜひぜひ皆さん覚えて、覚えてライブでは一緒に歌ってください、ね、というわけで、はい、まあ初級中級上級とやってきましたけども、やってきましたけども、これ絶対やったら盛り上がると思うんで、ぜひやっていきたいですね。そうだな、まあ、楽しいね、これからもライブね、僕たちダンスケッチブックたくさんやっていくのでね、はい、まあ初めて行くよっていう人もこれでちょっと少しはね安心して来れるのかなと思うし、もちろんいつも来てくれるみんなもこれを広めていってね、みんなでやることで一体感を一緒にね生んでいってもらえたらなと思います。 yes, yes. というところで以上ですかね、大丈夫ですかね、はい、じゃあ言い残すことはないですか、ね、ないです。 OK, okay. それではまたライブでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。